チャララチャチャララララーン、チャララチャ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 ララチャチャララララチャラリンコ。はい、チャラリンコってことでね、今日はね、週末を狙って、この野島公園でね、ちょろっとチャラリンコ、サビキ釣りやっていこうと思いましょう。はい、磯沢の2号の竿にリールがね2500かなで、道糸がね3号、仕掛けはねこのねピンクスキン使います。ピンクスキンサブクの5号、リールがね 28g、 これを重りの代わりにつけてやることにします。こんな感じで、この網こませは犬のうんこぐらい入れてやって、でこの仕掛けの針をねちょっと伸ばしてやると、まあ釣果が良くなると。なんか来てるね、なんか当たってる、あった、あーこれイワシだね、イワシ、ね、ウルメかな、シコか、シコイワシかな。はい、一匹目釣れました、青い、来ました、カタクチイワシ。はい、2匹目のねシコイワシ釣れました、シコだよな、シコイワシ2匹目。なんかさ、あんなとこで赤クラゲが大量だよ、うわー気持ち悪い、赤クラゲ大量。チャラリンコーね、釣りから帰ってきました。でね、本日の釣果はねこれ、え、シコイワシが2匹っつうことでね、シコが2個でね、シコシコ。ね、でもね、このシコイワシをね、シコッとシコリンコね、お寿司にしていこうと思います。で、今日はね、すげえ簡単なやり方で、これ、ペットボトルのキャップでね、これまずね、鱗を取っちゃいますね。これでスルッとね、イワシがね、さばけちゃうっつう話なのよ。こういう感じか。あ、コツ掴んだかも。鱗取らない方が綺麗にできるんだ、これ。こんな感じでね、スルッとね、ペットボトルのキャップでスルッと取れる。よし。はい。ではまあ、こんな感じでね、お寿司2貫ができました。はい、こんな感じね。生姜。おろし生姜をつけてやってね。はい。じゃあ、これね、醤油をね、ちょろっとかけてやって、釣りたてのシコイワシのね、お寿司いただきます。はい、これいくよ。これいくよ。うん。ね、シャクシャクしてます、弾力があるっていうのかな、やっぱ新鮮だね、釣りたてだから、うん、美味しい。うん、シコイワシやっぱうめえな、寿司にするとこれね、すげえうまいです。うん、うめえ。2時間半ぐらい釣りしたけどね、食べるのは1分かかんなかったね。うん、うまかった。うん、うまいな。まあまだね、野島公園はね、まあちょっと、まだ先かなって感じ。7月入れば、もうアジとかサバとかイワシとかね、いろいろ釣れると思うんで、いいと思います。ただね、ちょっと今日、釣りのね、ゴミとかね、そういう釣り針とかも落ちてたんで、それ拾ったんだけど、そういうのね、捨てないように、釣り場ね、なくなっちゃうんでね、そういうの、ほんと困っちゃうんでね、釣り場もなくなっちゃうし、やっぱ周りのね、いろいろありますから、トラブルが。だからもう釣り行ったらもうゴミを捨てない、持ち帰る、これはねもう約束でお願いします。